スクワイア・スーパーソニックはフェンダーのスクワイアブランドにて生産していたエレクトリックギターである1997年にスクワイア・ビスタシリーズとして発売された製造期間が短かったため生産本数が少なくネットオークションなどでは高額で取引されているヘッド裏にクラフトとインジャパンと入っており日本製であることが確認される東海が生産を担当していた スクワイアビスタシリーズは他にジャグマスター、ビーナス、ビーナス12、ミュージックマスターベースが同時に発売された。アメリカではミュージックマスターのギター版も発売されたが、日本では未発売。ボディはバスウッドで、ボディシェイプはジャガーやジャズマスターを反転したような形状をしている。ヘッドもリバースヘッドになっていることから、持つと作用のギターを右に構えたようになる。 当時フェンダーのプロダクトマネージャーであったジョー・カードッチがこのギターのデザインを担当。カードッチは相当のジミ・ヘンドリックスファンだったらしく、そこから左利きのジミ・ヘンドリックスが右利き用のジャガーを使用している様を模してデザインしたものだと言われている。ネックはメイプルネックにローズウッドフィンガーボードを貼ったものであるが背面にメイプルワンピースネックのようにスカンクストライプが入っている。 スケールは、ジャガーやムスタングと同じショートスケールの24インチである。ピックガードは3プライで、ジャガーやムスタングのように金属製のプレートに、コントロール系が搭載されている。ピックアップは、ハムバッカーが2つ搭載されている。2つあるノブは両方とも、ボリュームコントロールで、トーンコントロールはない。そのおかげで、ハムバッカー搭載機でありながらも、独特の抜けの良い音色がする。 トレモロ機構には、ストラトキャスターと同様の6点指示、シンクロナイズドトレモロを採用。欠点として、ストラップピンが背面のネックジョイントプレートについている上、ボディサイズが通常のギターよりも一回り小さく、重量バランスが悪い。おかげでストラップをつけて、肩にかけて演奏すると、ヘッド落ちしやすい。この欠点を補うためか、中古品には、 ストラップピンの位置を変える改造が施してあるものがある。色は、モデル名 SS-55 には、オリンピックホワイトとブラック。そして、モデル名 SS-63 には、スパークルブルーとスパークルシルバーの合計4色。2013年1月に、フェンダーから、ポーンショップシリーズの一つとして、メキシコ製のフェンダーポーンショップスーパー、ソニック発売された。ピックアップは、 リアとフロントともにゼブラカラーのアトミックハムバッカー。色はアップルレッドフレーク、ダークガンメタルフレーク。ボディー材はアルダー。ナット材は合成材に変更。その他の仕様はスクワイアビスタシリーズのものに準ずる。ポーンショップスーパーソニックは2014年2月をもって生産終了。1年強の短い生産期間であった。ありがとうございます。